間がありませんので駆け足で、お話しさせていただきたいと思います。まず私は自分の人生 100% 変えたいって方いらっしゃいますでしょうか。もう私絶対変えますって。あ、結構いらっしゃいますね。最高ですね。じゃあ 100% いいですね。お名前なんて言うんですか。ぬくいです。ぬくいさん、はい、金子浩司です。金子さん最高ですよ。最高ですよ。もういいですね。僕も金子さんとこね、本当にお世話になりました。はい、あの方最高な方ですよ。本当に最高です。特にあの方何がすごいかというと床上手です。半端ないです。びっくりしました。僕も何度かお世話になりましたけどもね。まあ自分の人生 100% 変えたい。では 100% 変えたいのであれば、僕は絶対にこれをお勧めします。今まで僕はこれをね、何千人か何万人か喋ってたのか分からないですけども、実際にこれを実践する人がいるわけですよ。じゃあ桜庭さん言うんだったら私もやってみるって実践した人が本当に何人もいるんですけども、本当に人生変わりました。何難しいことは一切言わないです。宇宙の法則は全てシンプルなんですよ。難しかったらそれは宇宙の法則ではないんですよ。僕は今からすごくシンプルな 方法をここに2つ皆さんにお伝えします。もし皆さんがそれを本当に今月中に実践したのであれば、絶対に運気は変わります。何にも言ってないけど私やりますって人いますか。本当に本当、はい、尾崎さん、はい、豊さん本当。それはいきますよ。多分衝撃的だと思いますけども、僕はずっとね、この13年間人間はどうしたら運気が上がるのかってことだけを徹底的に研究してきました。この13年間徹底的に研究してきました。そして実践をしてきました。そしてその実践をした中で、これ間違いなく効果があるって。しかもそれが僕がたった13年間です。まあこれからも僕は死ぬまでこの運気っていうやつを研究していきますので、きっとこれよりすごいものって見つかるかもしれない。でも現段階で僕が知ってる最強の法則、2つの法則をお伝えします。それはこれです。あれ、ゆたかさん手挙げてましたね。全部捨てたら生活できないじゃないですか。だから僕が言ってるのは宇宙の法則78対22、要するに皆さんがもし 78% 手放したのであれば人生は絶対変わります。 100% 変わります。そして引っ越しです。最強の法則です。そしてこの中で皆さんの中で引っ越しをお考えの方っていらっしゃいますか。お、結構いらっしゃいますね。僕はねこの引っ越しの研究をずっとしているんですけれども、今の笑うとこだったんですね。初めて笑いが起きたような気がしますけどもね。まあ全部捨てて全部捨てたら生活できませんので、まあ8割は手放してみてはいかがでしょうかという一つの提案です。そしてさらに引っ越しですけど、ほとんどの方たちがこの引っ越しというのは自分の直感を信じて駅の近く、学校の近く、会社の近くへと引っ越していきますけども、これがまた運気を落とす原因の一つでもあるんですね。